袋で年間10億を売り上げるホストクラブアーバンリリアンで常にナンバー上位に位置し、店舗の中枢を担うリト主任。そんな彼の2日間にわたる3周年イベントに密着。今回はイベント2日目の様子をお届け。イベント初日からタワーで大盛り上がりの3周年イベント、2日目は一体どのようなイベントとなっているのか。2日目も店内にそびえ立つシャンパンタワー。まずは今回シャンパンタワーを用意したお客様に話を聞いてみることに。最初はどこが好きでこう締めにつながったのか。苦労してる感じが良かった。苦労はしてるか分かんないけど、なんかあんなお得くんだったのに今や副局長の金で生活してるんだと思うと興奮するんです。一緒に飲んでる時とかどうなんですか。一緒に飲んでる時、はい、まあ、そういう内面的な部分。まあ、私がお金集めるのが楽しいから。聞いたことない。お金集めるのが楽しくて、その結果担当の給料になるんだったらウィンウィン。あ、ウィンウィン、すごい。あの担当のためとかじゃない、私がこれをやりたかったからやってる。たまにたま横にいたのが担当。OK。 ここで実はこの日が誕生日だというお客様に他のお客様からプレゼントが。やばいやばいやばい、初めて、嬉しい。俺もびっくりした。ホスト TV も初めてだよ。伊勢かぶりからお花もらいました。ありがとう。これいいかな、絶対ダメ。名前ダメ。やっときましたね。すごいですね、このホスト自分だけの周年祭だけでね、こんなに。そうなんですよね、なんかなかなかないらしくて、うちの店でも周年打ってるの僕だけで、なんか恥ずかしいんですけど。はい、これはそもそもなんでこう打とうと思ったんですか、自分の周年。いや、そうですね、なんかホスト始めた日をめちゃめちゃ僕覚えてて、10月13日なんですけど、火をなんか忘れずに大事にしたいなという気持ちでお願いじゃないですけどしてもらってますね。これは毎年やってたんですか、1周年2周年。そうですね、1周年2周年で今年3周年で毎年やってもらってます。あ、じゃあ毎年欠かさず10月は。そうですね、なんか僕にとっての大事な日なんで忘れたくないなっていう。これと別でまた自分の誕生日のバースデーもある。そうなんですよ。だからなんか年に2回誕生日あるみたいな感じなんですけど。あ、すごい贅沢です。しかもちょうど4月なんですよ、誕生日が。ちょうど良すぎて。ちょうど良すぎて。めちゃくちゃ良い。半年に1回なんですよ、ちょうど。でかい月がなんかうまくなってますね。本当になってますね。ちなみに今日この T シャツ、これ僕の卒業式、小学校の卒アルの写真をオリジナル T シャツ作ってみました。かわいい。やっぱ初心を忘れないように。そういうこと、はい、初心忘れないようにやっぱ、はい、この時のちゃんと純粋に無垢な気持ちも忘れずホスト頑張っていこうっていう気持ちで作りました。普通これ自分のバースデーでやるんじゃない。そうなんですか。ちょ、あんまり分かんないですけど、僕、まあ、選ばれし人たちだけなんですけど、はい、来てます。ありがとうございます。今日はタワーもかなりでかい。
ねえ、びっくりしました、はい、本当にでかすぎてびっくりしました。僕の多分今までの川で一番でかいんで、はい、真ん中にはねありましたね。びっくりした、びっくりしましたね。結構さっき姫にも聞いたら、姫はなんか私は稼ぐのが楽しいから。でもそう言っていただけるのは本当にありがたいですけど、多分まあそう言ってますけど、まあ大変な部分ももちろんあるんで、ありますよね、はい、やっぱそれを忘れさせるぐらい僕らは本当に楽しませて幸せな気持ちにさせるだけなんで、はい、じゃあここまで来るのも結構大変なことあったんですよ、伊藤さん自身は。僕自身は、まあ、まあないって言ったら嘘になるんですけど、はい、僕は本当にいつも楽しませていただいてます。はい、じゃあ今日どんなイベントにしていきたいですか。まあ、1日目は1日目で、今日は今日なんで、今日という1日を最大限に日本一楽しみます、僕は。この10月17日を日本一楽しみます、俺は。あじゃあここに楽しんでいきましょう。ありがとうございます。次回は引き続き3周年イベント2日目の様子をお届け。ついに始まるシャンパンタワー。リトがマイクで話したのは、アーバンリリアン記念事業集、月間店舗売上1億5000万オーバー、月間店舗指名本数1300本オーバー、これ3ヶ月と不足ですよね。はい、そして驚異の飲み直し率 50% キープ、すごい。さらに完全シフト制、素晴らしい。配慮しかないんでね、ぜひ気になる方お待ちしております。イエーイ、イエーイ。